どうもバウミエアです。今日は、神奈川県の、宮ヶ瀬湖の近くにある、服部牧場というところに向かっています。今まで、宮ヶ瀬湖の周りとかは、何回か行ってはいたんですけれども、その時よくこう帰り道に、服部牧場の看板があって、気にはなってたんですけれども、今までちょっと行く機会がなかったので、今回、初の、撮影を含めて、服部牧場の方に行ってみたいと思います。ですので、今回は、風景というよりかは、牧場の穏やかな空気と、そこにいる、動物とかに、会いに行ってみたいと思います。場ですね。はい、いつかはキャンプツーリングなんかもしてみたいなとは思ってるんですけど、なかなかちょっと手が出なくてですね。準備するものとかも結構必要なんでしょうし、あと場所選びとかも結構皆さんの動画とかをこう参考にすれば、なんとかできそうな感じはするので、いつかはチャレンジしてみようかなと思っています。本当か、おっさん。間違えた。ごぬんぬさい。いやー、道間違えちゃいましたね。通り過ぎちゃいました。はい。
鳥牧場。おお、すごいですね。あ、まあいますね。駐車場はどこだ？いいのかな？